さてとね、イブと遊ぶ、遊ばねえよ。ベイベイと怖いものなしって顔してるよ。まずは秘術が一応全部使えるようになったね。秘伝マシン1、矢切り。秘伝マシン2、空を飛ぶ。秘伝マシン3、3が波乗りじゃなかったっけ。で、秘伝マシン4、怪力。で、秘伝マシン5、フラッシュ、ね。フラッシュの使いなさは異常。ということで、空渡り。もういけるよね。無人発電所。まあ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 。チャンピオンロード行った後に行くか。とりあえずね、ここ行けてないんで、ここのカビゴンからかな。まあその前に、シオンタウン行って、ベイベイ風船おじさん。おい、やめろ。ダッシュしたいな。ということで、手持ちポケモン。うちのメンバーだとリザードンが乗れたよね。行くぜ、早い。カビゴン遅かったね。確かね、ここにアイテム見えてたんだよね。秘術、水走り。イブいる？おっと、水ポケモンたちは水走りで捕まえるんだね、今回。釣り竿じゃなくて。技マシン、あ、シザークロスは使えるぞ、これ。エスパー転化終了だぞ。サンダース、メノクラゲット。黄色ならこのまんまでいいか。おお、動く。はっ、今だ。グレイ。やった。目のクラゲを捕まえたぞ。さあ、シザークロスは虫技。目のクラゲね。波打ち際に光みたいな姿を発見することもあるが、水につけてやれば復活する。現実のあげられたクラゲは復活しないけどね。あ、動き見るの忘れてた。レアポケモンいませんか。あー、コイキング、お前水の中入る、水の上跳ねてんじゃねえか。で、あ、立つ。お前も平行移動、捕まえやすくはあるね。止まった。え、ジャイル。はっ、どうなってるの。こいつ動くぞ。止まるのを待て。今、ああ、どこまで投げてんね、ハイパーボール。よし、よし、よい、はっ、よし、ライ、さすがにいったろ。やった、あ、タッツーを捕まえたぞ。グレートス、身に、危険を感じたとき、炭を吐く。タコ、タツの落とし子ですよね、タツさんは。羽かと思ったヒレだった。炭吐いたかな今。オクタンじゃない。ドラゴンポケモン、シードラの時点でドラゴンついたっけ。あ、なんかすごい声がした。可愛い系の声が。タッツだ。
ミニ竜はね、昔はサファリでしか釣れなかったんだけど、この辺いそうだよね。この辺のレアワークでいそうだよ。あとは土佐金と東王。まあアイテムないかなって思いながらちょっとずつしたい。まあタフツーだね。昔はね、ボロい釣り竿でコイキングしか釣れなかったんだぜ。コイキングは水中入れよ。結構水ポケモン少ないな。コイキング13番道、特に何にもなさそうだな。おっとびっくりした。タッツちっちゃい。はい、オッケー、ね、レアさんもちょっと会えなかったけど、大きいタッツ。やっぱゲーム的に解像度の問題で上に行く方が広く見れていいな。あ、うん、広く見えるのはいいけど別に出てくれるわけじゃない。よし、ここでできるのかな。そういうやつ、何かいいことを思いついた。さあ、じゃあ、ここからね、この左ルートでこっちまで行こう。関地区シティに。水の上から直接空を飛ぶ。玉虫シティ。ああ。とデパート。カビゴン。一応念のために。相棒来たな今。レポート書いといて。行きます。帰った。はい、ねえ、名前なんて言うの。防御力は、あ、そうか、倒してからか。これさ、相手のいい効果飛ばす使ったら一瞬でなくなっちゃうのかな。守備力1段階アップ、ノーマルターン。麻痺だね、させるのは。てか2人かかるじゃん。ノーマルターン、ビリビリ、ビリボン。眠るやられると面倒くさいから、まず一回麻痺さしといて、次のターン眠る前に一瞬で殺す。ドバドバ、こいつ特防の方が高かった気がする。でも熱い脂肪の可能性が、特性ねえよ。アメロボーラスターカノン。来た。捕まえるチャンス。あいつ平然と。ズリの実が意外に少ないんだよ。どこで手に入るんだろう。あんまり気にして、モンスターボールが308個までいってる。ほら食べな。ダブルハイパーボール、今だ。おぶい、タイミングいいな。お前大縄してんじゃねえんだ。あ、まあまあまあ、さっきグレートもエクセレントも出なかった。よし、エクセレント。ガッツポーズしたのに。
惜しい、あとちょっとのところだったのに。エクセレント、今ボールが2個完全に重なってたけど。よし、やったぜ、やった、カビゴンを捕まえたぞ。エクセレントスロー、倍率4倍、元気の雨 L、XL、大きい。ワンリキーもそろそろあやめに進化するかな。ドリル、知らない、知らない、この技知らない。どんな技だ。ドリルライン、地面、ドリルのように体を回転しながら相手に耐えたりする、急所に当たりやすい。見たい使ってみたい。乱れ好き、いや砂かけの方がいらんか。この技見たい、細かすぎてでもあったでしょ、あの1位2位3位と見たいが、これ見たいの方だ。居眠りポケモン、ちっちゃ、ちっちゃいけど重さの下が更新されてないからこいつやばいぞ、小さいくせに重いぞ。あくびだね今の。で相棒さようなら。でもチープゲームじゃ。レベル低いなただ。あ、そう、せっかくだから一緒に歩いてみよう。あ、そうか、サイフォンレースってあったもんな。並び替え、さあ見よう、レベル低いな。ポイントアップね、結局使わないやつ。お、どうぞ。ポッポん、な、2個当たるところがどういうこと。ポケモンロード、ほらちょっと弱いのでいいか、戦っとくか。戦いとかねえから野生ポケモンの戦闘とかねえから。それ普通の初代。こんなところによく来た、ご苦労なこっちゃ。いやー、サイクリングロードの音楽、おー世紀末。あらま、見つかっちゃった、誰にも言わないで、これあげるからお願いよ、みんなには内緒。あ、空を飛ぶだ。技マシン14は空を飛ぶ、空へと飛び上がり次のターンに攻撃よ。キュイーン、奥の写真の奥さん綺麗ですね。見つかっちゃったの意味がわからんな。なんで見つからないと思ったんだろう。なんかたむろってますけどヤンキーどもが、ちょっとこらー、はい、ドキュン。キンジバッドガイ、キンジバッドガイ、うわーグジャ、でかい、いけサイホーン、絶望的なんですよ、おケツがプリプリして。さあ見たいやつ、ドリルライナーが見たかった。あ、やべ、耐えろ耐えろ、うわ、なんとか見れるね。おお、ロマン技かっこいい。はい、じゃあ満足したんでもういいです。入れ替え、いけいけ、自信、強いよね、本当。ところがどっこい、うちのイーブは防御型なんで。生き生きするぞ。地面地面の攻撃はね、あの
勾配だから、それなりに食らってしまう。ベトベトン、ベトベトン毒、地面強い。でもレベルが低すぎるわ、さすがに。今オーラドバドバ覚えてたよ。はい、ドバドバオーラ。やったぜ。ちゃんとね、この戦闘終わったら戦闘を変えない。あー、分かりにくいな。なんつこら。1008円。早く忘れないうちに並び順を。サイフォン出しちゃう。さあ、これダラしてんの楽しいんだよ。その気持ちわかる。おい、こらぶつかっておいて逃げんなよ。引き逃げだ、サイフォンで引き逃げだ。サイフォンレースがあったのって XY だったっけ。セレナのやつだよね。バッドガイの勝春。あーぼ、この筆とか出したら売れそう。オイーブの尻尾超筆っぽいもん。鬼鳥電気あるな。鬼ドリル強いんだよ、速さ攻撃タイプだから。先制ドリルくちばしで大体倒せるっていう。ハートが出た。ボンボー、こいつボンバーマンだったのか。昔はこの辺バイクで乗り回してたのによ、つまんねえよ。ああ、そのバカモン、あらずくれよ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。鉄郎くん、エクスプレスだぜ。ラッタだ。イーブイ格闘技覚えないのかな。格闘型イーブイ、メラメラバーン、うい、抹殺。急所に入った。急所ってどこかな、目かな。ロガース、メス。ロガース、オスメスの区別ってあるんだ。効果はあ、軍閥だ。さあラスト。あ、サイフォン。サイフォン乗れるけどさ、硬そうだよね。びっくりするぐらい硬そうだよね、こいつ。ラクダとか比べ物にならないぐらい硬そうだよね。あの背中のところの間に座るのかなみたいな。ナカイ、格ゲーに帰れ。龍子の剣2に帰れ。テムジン、テムジンだっけ。もういい、ポケモンはいらねえよ。やらねえよ。地になっちゃう。おい、湧きすぎ湧きすぎ湧きすぎ。
ポケモンロードは海を行く坂道、ポケモンと一緒に仲良く歩いてごらん。連れ歩くトレーナーを乗せて飛んでくれるポケモンもいるよ。ポケモンロードは広くて安全だから、いつもより高く飛んでも大丈夫だよ。あ、助手です。40種類集まっているようならボールセット H、 40種類より多いよ。なるほど、捕まえたポケモンは78種類ですね。半分超えました。あー、ハイパーボール、あ、 H ってハイパーボールの H。 向こうで海の上を通る長い道が見える。何のことだそれ。タマムシレバーのポケモンロードで彼女とデートさ。ポケモンロードにお友達温度差いやー、すごい温度差、男の子と女の子の温度差よ。彼女と一緒に行くんだって、友達と行くんですみたいな。おお、なんか飛んでると思ったらあれだ、風力発電。どうも、いいポケモンだね、よく見せて。ズンちゃん、ゴダックです。頭が、頭痛が痛いよ。ビリビリエレキ、サイクリングロードをね、あれほっとくと勝手に下に流れていったよね。今回自転車ないのかな、ポケモン乗れるし。カダック、入れ替えない入れ替えない。さらにビリビリビリデリュー、見事な毛づやでしょ。うちの指かわいいでしょ。なでなでさしてあげようか。なでなでして、なでなでして。ファーブルスコ、ファーブルスコ、ファーだよね。モルスラー